に開幕する J リーグの開幕前の恒例イベント、キックオフカンファレンスが14日に都内で行われ、J1 の18チームの選手がユニフォーム姿で集結した、今季 J1 に昇格した横浜 FC の FW 小川幸輝25は2年連続得点王の誓いを立てた。去年 J2 で得点王になって、周りから J1 でどれだけゴールを取れるか期待されるところがあると思うが、得点王を狙っていきたいと思う。20ゴールは取らないと得点王にはなれないと思うので、その数字は目指していきたい。昨季は J2 で41試合に出場し26ゴールを挙げて得点王に。2位の岡山 FW チアゴアウベス20ゴールもの大差をつけた。開幕戦でゴールを決めた昨季のように、今季も開幕ダッシュを決めたい。去年は開幕戦でゴールを取れて勢いに乗れたところがある。開幕戦でしっかりと複数得点を取って、チームを勝たせて、そのまま勢いに乗っていけたらというイメージは持っています。J2 から J1 で2年連続得点王となれば史上初、J1 でもしっかりと得点王を取れる自信もすごくあるし、やれる自信もある、とやる気をみなぎらせた。